食中毒予防、冷凍メンチカツの揚げ方。夕飯の一品やお弁当に人気の冷凍メンチカツ、揚げるだけで簡単にできて人気ですが、しっかり加熱しないと食中毒の危険があります。食中毒の原因となるのは O157、 中心まで75度以上で1分以上しっかり加熱しないといけません。冷凍メンチカツの正しい揚げ方を教えます。ケース1、油たくさん使うのもったいない、揚げ焼きで後処理も楽ちん。油の量が少ないと均等に熱が伝わりづらいんです。しっかりと火を通すには十分な量の油で揚げることが重要です。ケース2、分けるのめんどくさいからたくさん揚げちゃおう。一度に揚げる量が多いと油の温度が下がり火が通りづらくなってしまいます。揚げる量に注意して油温度を下げないようにしましょう。ケース3、高い温度で揚げれば早くできるかな。高すぎる温度だと周りが早く焦げてうまく中まで火が通りません。低い温度でももちろんダメ。適切な温度で揚げることが重要です。温度計がないときはパン粉を入れると温度がわかります。低温のときパン粉はゆっくり広がります。中温のときパン粉は全体にゆっくり広がります。高温のときパン粉は全体に勢いよく広がります。菜箸を入れても温度がわかります。低温のとき箸先から静かに細かい泡が出ます。中温のとき箸全体から細かい泡が出ます。高温のとき箸全体から勢いよく泡が出ます。冷凍メンチカツは揚げ方に気をつけてしっかり火を通しましょう。